はい、こんにちは、レイです。ホンダ CBR250RR の技術説明会の前半をお見せしました。ここからが後編になります。日本専用仕様としてもう1点、 CBR250RR はライダーの車体コントロール性を最大化したメインフレームと倒立フォーク、アルミスイングアームなどバネ下重量低減を図った足回りの組み合わせにより走りの感動を提供する車体を作り上げているわけですが、この後日本仕様の CBR250RR は市街地での快適性に加えてワインディングなど負荷の高いシチュエーションでもよりライディングに集中しやすい運動性能を発揮できるようラジアルタイヤの採用とサスペンションのセッティング変更を行いました。ラジアルタイヤの選定にあたっては市街地での軽快なハンドリングと快適な乗り心地を犠牲にせずワインディングでも満足できる性能、さらにその性能を長時間維持できるロングライフ性を求め、ダンロップスポーツマックス GPR300 を採用しました。これに組み合わせるフロントドリスタスはバディレートを上げ減衰力を高めることでハードブレーキング時などの過度なノーズダイブを抑え、よりスムーズなコーナリング移行に寄与します。またリアサスペンションもこれに合わせてセッティングを施すことでハイスピードでのコーナリング時にも踏ん張りの効くしなやかな性能を提供します。これらからなるリニアなハンドリングと安心の接地感によりワインディングでのアクティブなライディングに配慮した足回りを備えているのが日本仕様の CBR250RR です。またこの骨格はパワーユニットのコンパクト化やレイアウトにも決定的な影響を与えました。 DOHC2 気筒のエンジンをこのフレームに収めるため RC213V のエンジン設計ノウハウも取り入れ、同カテゴリー単気筒に迫る徹底的なコンパクト化を図り、完成車重量の低減にも使用しています。さらにライダーの自由度確保のため絞り込んだシート全部により、エアクリーナーを従来のシート下から移動してダウンドラフト式吸気レイアウトを採用しました。これにより吸気経路のストレート化による吸気効率向上も図られ、クラスナンバーワン出力とレッドゾーンまでシャープに吹き上がる出力特性に寄与しています。日本仕様の CBR250RR は排気関連の仕様変更とも合わせ平成28年排出ガス規制をクリアしながらインドネシア仕様同様発進加速、追い越し加速、最高出力ともクラスナンバーワンの動力性能を実現しています。しかしより重要なのはこのパワーを自在に扱いファンライディング体験の質を高めることだと私たちは考えました。そこでライダーの意思をスロットルグリップ操作としてパワーユニットへより適切に伝えるために採用したのがこのクラスでは世界初となるスロットルバイワイヤーシステムです。ライダーの扱いやすさをサポートするという共通の思想から RC213V や CBR1000RR と同じ基本システムを採用し、上質でリニアなスロットルレスポンスでライダーの操作性をサポートします。このスロットルワイヤーシステムの搭載により CBR250RR では幅広いシーンを想定した3種のライディングモードを備えています。シーンに応じて走行中でもスロットルを戻せばモード変更が可能です。こちらの図はライダーが体験するシチュエーション別にスロットルグリップ操作を模式化したものです。本日ご指導いただくエリアにもあります上り基調のワインディングなどではライダーは高出力を求めて通常よりも大きくスロットルグリップを開ける傾向があります。 CBR250RR ではライディングモードスポーツプラスを選ぶことで小さいグリップ解除で高揚感が得られるスロットル解除特性としました。また市街地などでの渋滞では低い速度域で頻繁なスロットル操作をしていることはご理解いただけるかと思います。CBR250RR ではライディングモードコンフォートを選ぶことで穏やかな出力特性となり
預かりやすく安心感を持って走ることができます。オールラウンドにリレーな加速が楽しめるスポーツ、キビキビとメリハリの効いた走りのスポーツプラス、より穏やかな特性のコンフォートとすることで、バインディングや渋滞など各シチュエーションで好みのライディングモード選択を可能にすることで、スロットル操作に対する扱いやすさの最適化を図っています。これらによりライダーがエンジン特性に合わせて乗り方を変えるのではなく、走るシーンや好みに合わせてグリップ操作に対する特性を選べるのが CBR250RR のパワーユニット及びスロットルバイワイヤーシステムです。以上、ライダーの車体コントロール性を第一に考えた骨格がいかに外観やパワーユニットと深く関連し互いに高め合っているかを開発プロセスとともに紹介させていただきました。つまりCBR250RR の開発とは、すごいと感じる裏付け、その機能を具体化していくプロセスに他ならないことをご理解いただければ幸いです。より具体的な技術に関しましては、お手元の製品説明書も合わせてご参照いただければ幸いに存じます。さて、このチャレンジに満ちた開発を振り返ると、すごい 250cc を作りたいと考えていたのは決して私だけではなかったというのが明らかだと感じています。開発チームをさることながら、研究所やインドネシア現地のトップ、生産、営業、そして日本人に勝るとも劣らない情熱を持ったバイク好きであるインドネシアのスタッフ、おそらくこのプロジェクトに関わった全員がそう思っていたからこそ、妥協のない製品として皆様に届けることができたと考えています。本日はその成果をご視聴いただき、ぜひファンライドの新しい気持ちよさを広く読者の方々にも伝えいただけますようよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。岡田さん、ありがとうございました。続きまして、生産領域における取り組みについて下川よりご説明させていただきます。下川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。生産部門推進責任者、通称 EPL の下川です。私は本田機械工業熊本製作所で生産領域全体を統括し、新製品立ち上げプロジェクトにおける実行部隊の総責任者を推進してきました。分かりやすく説明すると、生産部門全体の部品調達、溶接、塗装、組み立て、検査、物流などの工場全機能を統括し、1台分の品質、コスト、デリバリーを守りきれる仕事を進めてきました。私からは生産部門の使命であるお客様に最高の性能を最高の品質でお届けするために、工夫や注力を尽くしてきた内容を説明させていただきます。企画当初、最初に取り組んだ内容は、どこでどうやって作っていこうかという内容です。フレーム、タンク、エンジン、外装などのさまざまな部品、生産ロケーション、作り方の選択肢は正直無限にあります。私たちはお客様に最高の性能を最高の品質でお届けするために、お客様に一番近い最後の取り手である完成車組み立て、完成車検査の外観、性能保証を軸に作り方を検討を進めてきました。完成車性能、外観を保証する上で、熊本製作所の中で持っておきたいエンジン組み立て、タンク、フレーム溶接、樹脂、鉄塗装、完成車組み立ては品質コントロールの鑑定で決めていきました。次に取り組んだ内容としては、どこでどうやって部品を調達しようかという内容です。こちらもお客様に最高の性能を最高の品質でお届けするためには必須となる要素です。 CBR250RR の大半の構成部品はインドネシアに既に存在します。私たち生産チームは企画当初の段階から何度となくインドネシアに足を運び、部品の買い付け検討を進めてきました。今モデルはホンダのグローバルモデルとして、インドネシアでも熊本でも同じ高い品質を実現するためにさまざまな取り組みを実施してきました。インドネシア現地パートナー会社である PT アストラホンダモーターズとともに、インドネシアのお取引先様の生産現場やアストラホンダ工場の生産現場、さらに輸出先である熊本製作所の部品受け入れ現場で
現場・現物の品質確認を進めてきました。調達する部品の一つ一つに対して日本とインドネシアのチーム双方のチーム合同で部品の品質作り込みを進めてきました。お客様に最高の性能を最高の品質をお届けするため、どこでどうやって作り、どこでどうやって部品を調達する、生産ロケーションの決定と品質の作り込み、この2つが生産部門にとって品質保証を行うために工夫や注力を尽くしてきた内容です。最後まで拠点を挙げて一生懸命に日本のために協力してくれたパートナーである PT アストラホンダモーターズの皆様には本当に感謝しております。本モデルは HGA 朝霞研究所が主体で開発を進めたモデルです。しかしながら要所要所で熊本にいる HGAK のメンバーに協力をもらい、研究所、営業、生産、購買が熊本のワンフロアに揃う SEDB ワンフロア体制のメリットである意思決定スピードの速さに助けられる場面も多々あり、4月の量産に何とかつなげることができました。この CBR250RR が日本のお客様に楽しんでいただき、またレースの場で活躍することを祈っております。今後も品質の高い二輪車を安定量産していけるように全力で取り組んでいきます。ご清聴ありがとうございました。三田さん、ありがとうございました。それでは皆様、ご収聴ご準備のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。これが技術説明会の後半でした。それではいよいよ試乗してみたいと思います。